今日お話しするのは、はい、スピリチュアルズの同調性、うん、はい、まあ、同調性っていうのは、うん、ここには出てこないんですね。ここというのはごめんなさい、これは性格の心理、ビッグファイブと臨床から見たパーソナリティという、ビッグファイブには出てこないって話ですよね。そうですね、この本は大学生、うん、はい、これから心理学系の大学に行こう、はい、みたいな人向けに書かれた本、うん、超基本ということですね、うんうんうん、ベーシックなものの中では、うん、同調性と内閉性がビッグファイブの、うん、多分愛着性と分離性に該当すると、うん、はい、なんで多分このね、うん、日本語の訳し方が、うん、あ、間違ったりしますよね、またまちまち、うん、まちまちなんですね、うん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 、でこの立花さんの中では、うん、ビッグファイブ、普通のビッグファイブでいう、はい、うん、愛着性分離性を協調性っていう言葉で表現してるんですけど、うん、はい、中でもまたその立花さんは、うん、いや協調性じゃなくて、うん、協調性と同調性っていう2つに分けないと、うん、その人間の気質は分からないだろう、うん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 、みたいな話をして、うん、今日は同調性というタイトルをつけさせていただきました、はい、うん、で今日もまたこのスピリチュアルズ、うん、私の謎、立花明さんの、はい、またちょっと読まさせていただければなと思ってます、うん、パーソナリティ心理学のビッグファイブの一つにアグリーエイブレネス、はい、これは相手に同意、うん、アグリーすることであると同時に、感じがいい、愛想がいいなどの意味があると、うん、満面の笑みで自分の言葉にうなずいてくれると、はい、まあ、日本語では協調性、うん、調和性などの訳語が当てられ、はい、優しさ、寛大さを持つこととされると、はい、だがこの立花さんは従来の定義は、うん、同調性、シンクロニー、うん、まあ、シンクロするみたいなことですかね、うんうんうん、と協調性、エンパシーを、うんうん、混同していると、うん、まあ、立花さんは考えてます、うんうん、標準的なビッグファイブ検査の協調性の質問項目の中に、うん、みんなで決めたことはできるだけ協力する、うん、いつも他人の立場になって考えるようにしています、うん、などが同調性、うん、私は思いやりがある方です、うん、どちらかというと人情に厚い方です、うんうん、などが共感力を測る項目になると、はいはいはい、で明らかにこれは、うん、別もんだよね、別もんだよね、うん、っていうことをおっしゃっていて、うん、それのなんか実験結果みたいなのが書かれてるんですね、うんうん、でなのでそのこのことは同調性は高いが、うん、共感力が低い人、うんうんうん、会社にはたくさんいそうだと、うん、要はなんて言うんだろう、合わせるって話ですよね、まあ、みんなでめんどくさいから、めんどくさいからとかっていう理由、まあ、理由は様々だけど、うん、同調する、うん、みんなで決めたことならそれを守りますみたいな、はい、守ります、私はでも心から全然共感はしてませんけど、共感はしてないみたいな、うん、まあ分かりました、やりますって、うんうんうん、あのこの会社関係ないのでやりますって、ルールでしょみたいな、ああそう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 、はい、とか同調性は低いけど、うんうん、共感力が高いけど、高い人はいくらでも思いつくだろうと、うんうんうん、というところで、うん、ある実験、はい、山っていう漢字があるじゃないですか、うん、はい、あれのまあ下がないと考えたときに3本の棒があり、うん、あ、はいはい、3本の縦棒がありますと、うん、そうしたときにあなたが部屋に入ると、うん、先に来ていた6人がすでにテーブルを囲んでいますと、うんうん、先ほどの私が申し上げた漢字の山の下がない版の紙が描かれていて、うん、同じ長さの線を2つ選んでください、うん、っていう質問が出されます、うんうん、その6人に、うんうん、それは単独でやれば 99% が正解しますとなっていて、うんうん、ところが予想外のことが起きますと、うんうん、あなた以外の6人全員が揃って長さの違う線を選んだ時にあなたはどうするか、うんうん、っていう、はい、で、うん、社会心理学では、うん、この1950年代から人間の同調性について、うん、同じような研究がされていたと、はい、
でその背景には、うん、第二次世界大戦のホロコーストがある、うん、はい、この恐るべきファシズムを理解しなければ同じことが大規模に起こるかもしれない、うん、要はみんなが悪いと思ってるのに、うんうんうん、あんなことが起こってしまう、うん、同調性と権威主義の解明は、うん、最大の使命だったと、うんうん、そこでこの同調実験が行われました、うん、要は長さが微妙ならともかく、うん、正解はもう火を見るより明らか、はい、なのに、うん、でこういうところではね、うんうんうん、皆さん思うと思うんですよ、うん、いや俺は選ぶよって俺は言えるよって言うと思うんですが、うん、だから実際には50人の中で37人、うんうんうん、約 75% が集団の圧力で答えを間違えましたと、うんうん、でより正確にはこの線の長さを変えながら実験を18回行い、うんうんうん、6人全員がわざと間違った回答をしたのは12回だった、うんうん、このうち少なくとも1回、うん、桜に同調して間違いをわざと間違えた、うん、経験者が4人の中で3人いた、うん、でそうやって実験を行っていく中で、うん、同調する条件が分かってきたと、うん、重要なのは桜の全員がわざと答えを間違える、うん、することで、うん、1人でも、うん、ちゃんとした正解を答えるようになると、うん、この同調率は大幅に下がったと、うんうんうん、要は一人でも、うん、あ同じ人がいる、うんうん、と思うと、うん、ガクって安心するんですね、安心するんでしょうね、はい、8人の集団で行われた実験では、うん、正解者が一人いるだけで、うん、誤答率は 5.5% になった、うんうん、また常識とは異なって、うん、人数が増えたからといって、うん、同調圧力が強くなるわけではなかった、うんうんうん、多数派が3から4人までは人数に応じて誤答が増えるが、うん、5人以上になるともう人数を増やしても、うんうん、まあ、そのパーセントパーセントはもう変わらない、うんうん、誤答するわざとその同調するっていうのは変わらなかった、うん、なぜこんなことが起こるのか、うん、誰もが思いつくのは、うん、この正解が分かってるよってなりながら、うんうん、他の全員が別の選択肢を選んだことで不安になり、うんうんうん、間違っていると知りつつ、うん、同じ答えを思わず口にしてしまったということだろうと、うんうん、だがこの実験を2005年、うん、神経科学者のグレゴリー・バーンズという方が、うんうん、fMRI で脳を観察することで、うん、驚べき事実を発見したと、うん、要は同じように実験をですね、うん、19歳から41歳までの男女32人の実験をやったところ、うんはいうん、この被験者が間違っていると知りながら、うん、誤答するんだとしたら、うん、意思決定を司る脳、うん、前頭皮質が活発するはずだと考えたと、うんうん、だがこの fMRI の検査では、うん、同調圧力を加えられた時に、うん、活性化したのは、うん、前頭皮質ではなく、うん、視空間認知に関わる部分見え方、うんうんうん、見え方に関わる部分が、うん、fMRI で活発化したと、はいはい、これは集団によるプレッシャーを受けると、うん、視覚の認知そのものが変化する、うん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 、見え方が変わる、うん、っていうことを示していると、うん、アッシュのこの実験では、うん、間違っていると知りながら、うん、仲間外れを恐れて誤答したのではなく、うん、同調圧力によって視覚が変容し線の長さが変わって見えたんだと、うん、こっちが正解なんだって思えたって話ですよね。みんながこっちを正解選ぶと、はい、意識的に他の人に合わせたっていうよりは、はい、みんなが言うならこっちが正解かもしれないって思ったってことですよね。で、うん、思ったというか、まあ、うん、それで線がちょっと変わって見えるの。そう見える、うん、なんかこう、あ、こういうことなんじゃないかって想像じゃないですか。わかんないですけど、はい、まあでもこうそうじゃないですかね。想像、あ、こういうことを言ってるのか、なんか引っ掛けなんじゃないかとか、あ、そういうのもあるかもしれません。なんかトリックなんじゃないかみたいな。で、まあなんて言うんでしょう、うん、実際にそれを受けてないので、うんうんうん、ただまあそれが微妙になってくると本当そうやって見えちゃうかもとは思います。でここで書かれているのは、うん、なぜそれが起こるんだろうね、うん、っていうので、これまでこのビッグファイブの
お話の中で、うん、外交内交っていう話と、はい、うんうん、楽観悲観の話をした時に、うんうん、ベルカーブ、このチリンチリンって鳴らす、うん、要はベルカーブで分布すると、うん、人は、うん、っていう紹介をしたんですけど、うん、ここで出てくるのは、うん、べき分布っていうのが出てくるんですね、うんうんうん、このべき分布というのは、うん、ロングテール、うん、一番この X 軸 Y 軸でいうと、うん、縦が Y 軸でしたっけ、はい、この Y 軸に一番近いところに人が集まっていて、うんうん、あとはギューッと曲がって、うん、少なくなってくる、ロングテール、うん、超ロングテール、うん、社会性昆虫の生態を見れば分かるように、うん、同調性は社会的生き物の前提だと、うんうん、この働きアリは遺伝子のプログラムにのっとって、うん、生前とクロニーの中で同調して行動すると、うん、中にははぐれ者もいるかもしれないが、うんうん、それはごく少数で、うん、コロニーから離脱すれば生きていくことができない、うんうん、働きアリは生殖をしながらしないから、うん、こうしたはぐれ者の遺伝子が次の世に伝わることもないと、うん、そう考えればこの、うん、その中でもはぐれてしまったっていうのは、うん、単なる、プログラムの故障で、うん、同調性が正規分布しているわけではないということがわかると、うんうん、でだとしたら哺乳類の中でも社会化されている人の同調性はどう分布しているんだろう、うん、でこの立花さんが考えているのは、うん、おそらくこの同調性、人が徹底的に社会的な動物だとすれば、はい、同調性もおそらく、うん、べき分布で、うん、その中でも、うん、超巨人がいて、うんうん、超小人がいて、うん、でなのでこのべき分布の中では、うん、平均を取ると、うん、この、まあ、誰も左の方そう、はい、ずれて、はい、そんな人誰もいねえよっていうところが平均になるみたいなのを挙げています。であと出てくるのが、うん、ミルグラムのアイヒマン実験っていうのが出てくるんですね、うんうん、これ有名な、うん、みんなが劇の中の役割を演じてほしいっていうので、うん、あるグループは囚人、うんうん、あるグループは壁の、うん、こっち側で監修役をやってもらいますと、うん、で、囚人が仕事をしないときに、はい、電力を与える、うんうん、でそういう役をやってください、うんうん、っていうときにどれだけ監修役の人が、はい、電力を高めることができるか、うんうん、どれだけ残酷になれるか、うん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 、っていう実験の話とかが出てきます、うん、これで出てくるのは、うん、結局その立花さんがこの本で何を言ってるかというのは、うん、要はビッグファイブっていうのは、うん、共感力っていう中で、うん、同調性も入れてるんですけど、うんうん、共感力が高いっていう人でも、うん、実験、うんとか、うん、そういうのがつくと、うん、簡単に同調する、同調して、うん、残酷になれる、うんうんうん、からそのいくら向こうで苦しいっていう演技をしてても、うんうんうん、こちらの人は共感力高いっていう人でも、うん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 、それから違うんじゃないっていう、うんうんうん